どうもワッキーです。本日はこちらにやってきました。たけちゃん煮干し総本山にやってきました。こちらのお店はね、もう調布で何十年も前からあるお店でね、僕ももう何回か食べたことあるお店なんですけども、お店がちょっと移転しまして、調布駅のね、あの近くにお店をね構えてるということでね、様々なね煮干しを使ったね、あのいろんな出汁が入ってるスープがね特徴で、でちょっとねこちらにこんな出汁使ってますということでね、もうあの煮干し好きにはたまらないね、本当に美味しいラーメン屋さんなんで、煮干しのねラーメン、食べていきたいと思います。今ですね、たけちゃん煮干しラーメン、食べてきました。いやもうめちゃくちゃいい汗かいてね、であとねやっぱり飲み干せますね、最後までねしっかりね、久々にね食べたんですけどね、やっぱりこうね煮干しのねいい出汁とね、本当にね麺に絡んでね、あの美味しかったですね。煮干しラーメンといえばね、この調布のたけちゃん煮干しラーメンはね有名なんでね、ぜひ調布に、お立ち寄りの際はですね、こちらのねたけちゃん煮干しラーメン、食べてみてはいかがでしょうか。以上、ワッキーでした。ワッキー TV をご覧いただきましてありがとうございます。この YouTube 以外にも Twitter、Facebook、Instagram もやっていますので、そちらもぜひよろしくお願いします。
あとこのワッキー TV の動画を見ていただいて、自分もやってみたい、行ってみたいと思っていただければ、高評価ボタン、それとコメント等もいただければ嬉しいです。最後にまだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。